おはようございます。今回も小豆島に行きます。前回ね、1匹しか釣れなかったんでリベンジということで、実を言いますと先週も釣りに行ってました。先週は香川県の方ですね、大きいチヌが釣れるっていうところに行ってたんですけども、丸坊主でした。強風で仕掛けが自分が思っているポイントに掘れなかったんですね。水深だいたい4メーター前後のところから急に10メーターに落ちる、その駆け上がり駆け下がりっていうんですかね、そのポイントがだいたい釣れるポイントや船長に教えてもらって、なるべく遠投してなあかん、ね、そのポイントっていうのはだいたい35メーター前後ぐらいかな、それぐらいは掘らないとダメやなっていうようなポイントだったんですけども、斜め向かい風、一番最悪の風ですね。この風で仕掛けが掘れませんでした。いつもはこの浮きを使うんですね。これだいたい 20g、19.3 とかってかな。チヌ釣りの浮きとしてはオーソドックスな重さかな。だいたい18から20ぐらいとか。これでもやっぱり投げても、まあ、20メーターちょっととか、25メーターいくかいかんかぐらいまでしかなかなか掘れませんでした。思ったようにポイントを攻めれなかったんで、結局釣れなかった。まあ腕のせいもあるんですけどね。今回ね、ちょっとね、すごい浮きを見つけたというより前からあったんですけども、使う機会がなかったというね。なかなかパッと思いつかないの、それがこれです。 30g の離島スペシャル2 30g、今の浮きも 10g ですね。たった 10g なんですけども、大きさで言うとね全然違います。今日はね、小豆島でこの浮きでやってみたいと思います。大きい浮きにしたから、まあ、飛ぶには飛ぶけども、例えば感度が悪いから釣れないとか、浮きが重たすぎて竿が負けてしまうとかいうような状況だったら、大きい浮きにしても意味がないんでね、竿とのバランスとかね、そういうのもちょっと検証しながらね、今日はちょっと釣りをやっていきたいと思います。普通のチヌ釣りの竿やったらちょっとね柔らかいんで、チヌ釣りでも硬い方の1号の竿と、あとね磯竿の1号を持っていこうと思ってね、その2本で試してみたいと思いますので、それでは小豆島リベンジ行ってまいります。30g。 ラテンでフィットです。食事制限いいよ、筋トレや。プロテイン飲んでたら、プロテインは飲んでへんのかな。プロテイン飲まんとタンパク質と鶏肉とか多い。 肉ばっかりやな。肉と野菜ばっかり、茹で野菜。炭水化物って言ったから、あんまり食べへんかったら、これめっきり痩せる。そうです、炭水化物が一番痩せるで。でもあれも取らなさすぎてもあかんらしいよ。炭水化物、ああどうしようか。まあ最初は磯竿使わんと、チヌ竿の1号でやるわな。浮きをどうするか、最初から沈めるか、それとも 3B でやるか、悩むな。0-0でやろうか。まず0-0のスルスルやな、やっぱり。スルスルの説明して。スルスルはスルスルや。浮き止めつけんとこうずっと糸が抜けるよ。ほんま 3B とかで絞り玉っていうのを入れて浮き止めつけて、カチッとこう浮きが止まるやん。魚が食べたらこうプッと引っ張んねんけど、なんぼ水の中で浮力をゼロにこう 3B の浮きをつけて 3B の重りにして浮力をゼロにしても、ここで止まった浮きを水中の中で引っ張ろうとしたら、やっぱり抵抗は絶対あるわけ。だからちょっと当たりも出にくかったりするけど、スルスルの場合は糸はもう抜けるから、浮きがなんぼ大きかったって、その魚に対しての
違和感はあんまり出へんな。そのためにまずはスルスルで、もう老眼でな、こういうのでな、倒産だな、通らへんねん。でも便利なもんは使わないな。どん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 ええもん出てくるんで。仕掛けセットできました。見てこの竿。浮きの重みで。ほんまやばいで、まあ、とりあえずこれで釣れるかどうか、それでは始めたいと思います。ミサイルではないな、よっしゃでかいやん。まあまあな、よしよし、42、3かな、まあやっぱり風があって釣りにくいけど、やっぱりあの大きい浮きやな。ああ、どっしりしとるかな。この方ですね。お疲れ様でした。リベンジ果たすべくやってきましたが、またまたリベンジできずしてやられました。今日ね、この大きい浮き使ったんですけども、今日もね、風が右斜め前からの風で、やっぱり仕掛けは投げづらかったんですけど、やっぱりこの大きい浮きやったら軽く自分が思っているところには掘れました。なかなかね、使えると思います。これね、隠しアイテムとしてこれから持っていきたいと思います。まあずっとずっとは使わないですよね。風がある時だけ本当に使うぐらいで、まあ良かったです。今日はなんとか坊主は免れて1匹だけは釣れたんですけども、なかなかね、満足いく釣果ではないので、次回、香川県の多古沖、去年も1回行ったんですけどね、結構その大型55センチ以上のチヌがよく釣れているというね、多古沖に次回は行きたいと思います。頑張ってきます。